海上自衛隊が韓国の観艦,艦式をボイコット。極日旗への侮辱で取り返しがつかない事態に。日本政府は本日、韓国が主催する国際観艦,艦式への海上自衛隊の派遣を注する方針を固めました。これは韓国政府が自衛隊の旗である極日旗を掲げるなと圧力をかけてきたためであり、 それに対し日本政府が激怒しこのような事態になってしまいました。こういった韓国による圧力に対して日本政府は局実機自衛官機の形容は自衛隊法などの国内法令で義務付けられている。国連海洋法条約上も国の軍隊に所属する船舶の国籍を示す外部標識に該当する。 海上自衛官にとって自衛官機は誇りだ。下ろしていくことは絶対にないと反発をしておりました。これは当然の結果でしょう。万が一自衛隊の護衛艦が旭日機をですね掲げずに韓国に行ってしまったら最悪の場合、護衛艦がですね海賊船扱いされて、 攻撃されても文句が言えない。そういった事態になってしまいます。この今画面で見ていただいている海上自衛隊の旭日機。自衛隊でも陸上自衛隊でも旭日機を使っているんですが、こういった旭日機に対して韓国ではこのような侮辱が横行しております。韓国では侮辱の対象とされている白い犬ですね。 曲実旗の上を歩かしたり、曲実旗をこのように引き裂いたりと、様々な日本の旗に対する侮辱が繰り広げられております。こういった外国の旗に対する侮辱は、最悪の場合、戦争の原因になりますので、絶対にやってはいけないことなんですけども、韓国ではこのような行為が、 非常に野蛮で暴力的な行為が現在も繰り返されてしまっております。この日本の曲実旗曲実旗は世界中でかっこいい旗だと認められているものであり、韓国や中国、こういったごくごく一部の国だけが、 おかしないモンをつけて、今もですね、極日記を侮辱しているんですが、本当にこの極日記が侵略戦争の象徴だというのであれば、当時の日本軍とアメリカ軍は、激戦を繰り広げ、双方に多くの被害を出しておりますけども、アメリカ政府からアメリカ国民から、 アメリカ軍から日本の自衛隊の局実機は侵略の象徴だなどと誹謗中傷されたことは一度もございません韓国の考え方だけが異常であり局実機には何の問題もないんですこういった局実機の問題韓国ではずっと繰り返されており 以前ですね、各国の海軍と韓国の海軍も含めて、訓練が行われた際に、韓国政府が海上自衛隊が掲げている、護衛艦が掲げている旭日機、これを降ろさなければ、韓国の港に入港させないと宣言し、その結果、他の海軍も 他の国の海軍も、なんでこんな自衛隊が日本がいじめられないといけないんだと言って、一緒にですね、港に入ることを拒否しました。韓国がそういった嫌がらせをするのであれば自分たちも韓国の港は使わないと、日本に同調したんです。今回の国際観艦式ではどういった事態になるのかわかりませんが、本当にですね、こういった、 国旗に準ずる旗に対して、韓国政府が国を挙げて、誹謗中傷を繰り返している、このような事態が今後続かないように、日本政府には、各国に対してですね、協力を要請して、国の旗が侮辱されないよう、しっかりと対策を取るようにお願いいたします。 また今回の一件、韓国政府は全く反省しておらず、自衛隊がボイコットしたことに対して、残念に思うと、海軍の関係維持に影響を与えるべきではない、軍事交流と友好推進は続けていくと、こんな発言をしておりまして、自分たちが散々ですね、喧嘩を売っておいて、 今後も日本とは仲良くしていきたいと主張しております。韓国の外務大臣はこの旭日記について、国連にですね、問題だと提起すると、そういった検討もしていると明らかにしたり、本当にですね、ありえない私利滅裂な言動を韓国政府が繰り返しているんですが、 散々日本に対して喧嘩を売っておいて困った時は助けてくれというのはおかしな話でしょう。こういった軍隊同士の交流だけではなくてですね、韓国は日韓通貨スワップの再開も日本政府に要求しております。今後アメリカが利上げをした場合、韓国などを含めた海外の国々から 一斉に資金が引き上げられてアメリカに流れ韓国などの為替が通貨の価値が暴落するんじゃないかと見られておりその際に日本が助けてくれないと困るとしてこういった話が出てきているようなんですがなぜ助けてもらいたい相手に相手にこのような侮辱を繰り返すんでしょうか普通に考えたらありえませんよ。 本当にですね、常識が通用しなさすぎて、もう普通に物事を考えても韓国には通用しないことが今回の一件でもですね、明らかになっておりますので、日本政府には国民の皆様にはこういった面倒な事態に巻き込まれないように、 彼らは自分たちで招いておいて相手を客を侮辱するような存在でありますので、これ以上韓国と関わってですね、何らかの被害に遭わないよう、皆様できる限り、韓国とは関わらないようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。